国王。国王、国王、英語、キング、フランス語、ロア、ドイツ語、ケーニッヒ、ノルド語、ホング、ラテン語、レックスは、国の君主、王を指し、その称号、君主号でもある。特に男性である場合、男王を指す。元来、漢字の王は、ン、中王朝の君主の称号として使われた。中王は、天下、世界を治め。 諸侯は、衆の封建制の下で、国、領地を治め、公を称した。春秋時代に、衆が衰微し、有力諸侯の軍友拡挙の時代になっても、衆王のみが王を名乗った。戦国時代になると、各国の君主が王を名乗った。以降は、王は、もはや天下ではなく、領地、国を治める領主と認識されるようになった。そのため、 中華世界を統一した神王の姓は、王号を廃し、皇帝号を作り自ら称することになった、始皇帝。それに続く男も皇帝を君主号として使用した。三国時代や東進十六国時代、五代十国時代など、皇帝が乱立する時代はあったものの、最後の王朝清島で、中国では皇帝が史上の君主号であった。日本では早くから、 作法体制を脱し、君主には天皇の称号を皇帝に相当する称号として使用してきた。国内向けには王の称号を皇族に対して用いている。一方、実質的な支配者である正位大将軍は中国や朝鮮との外交上、日本国大君の称号を用いた。君主が国内向けには国王と自称していない場合も、 中国の皇帝との関係上、対外的に称する外交称号として用いられた事例がある、日本の正義大将軍、ベトナムの大上皇など、琉球以外の日本では、制度上国王というくらいが設けられたことはないが、天皇を指して国王、王と呼ぶ例は、軍記物語などの文献に広く見られる。これは国王ないし、王が元来は一般に君主を意味することによるものである。 前漢以降の中国では、王は皇帝に服する称号で、釈位の一つ、諸皇王となった。釈位としての王は皇帝に次ぐものとされ、皇帝の一族や行進が、各軍などに封じられる時に与えられた。また、皇帝の支配の及ばない外国の君主にも王を与えることで、世界を支配しているという事実を作ろうとした、作法体制。そのため、中華文化圏では、 王は中国皇帝から賜る称号の一つであり、中国皇帝に侵入した証となった。随代には国王、軍王の爵位が用いられ、国王は軍王などより格上の爵位ではあったが、国家の君主である国王の意味は持たなかった。そのため実際には国王であっても、あまり重要視しない国王の場合は、軍王などの格下の称号が与えられる場合があった。 王の字を用いた爵位としては他に、親王、継ぐ王、藩王が知られる。ヨーロッパには、もともとは各地域ごとに、君主の名称があった。初期の神聖ローマ帝国においては、君主には、国王、皇帝、太公、公、プリンスの三つの概念があり、国王の内教皇から皇帝として、承認を受けた者のみが皇帝であり、国王とするほどではない小君主が、 総称的にプリンスと呼ばれた。ヨーロッパの多くの皇帝がローマ帝国を起源としているのに対し、英語のキングのようなゲルマン系の王の名称は、血統を意味する金から派生しているため、より血統が重視された。皇帝は、実力のあるものが衰退されることが建前であり、このためローマ帝国、東ローマ帝国ではしばしば実力者が、武力闘争やクーデターによって、 皇帝となり、神聖ローマ帝国では選挙制が維持された。コルシカ島生まれの軍人に過ぎないナポレオン・ボナパルトが皇帝に即位したのは王に即位すれば反革命とみなされかねないという事情もあるが皇帝が国民から衰退される存在という意識があったことも背景にある。ゲルマン系の王はもともとは戦争時に臨時に選ばれるもので、これがゲルマン。 スラブ系の選挙王政につながり、前述の神聖ローマ帝国の定位の選挙制もこれに由来するという事情もあるが、この場合でも王位については、その血統を引くことが選出の条件となった。またケルト系のタニストリー制でも王の血統を持つ者から選ばれる。近代に入って新たに独立した国々が王政を採用した場合、多くの国では最初から王が存在しないか、 すでに王家の血統が絶えていることが多かったが、その場合でも、自国の貴族から選ぶより、他国から、君主の一族を招いて王とすることがしばしばあったのも、王となるのは王の血統を引いたものといった概念があったからである。また、ゲルマン所属において、別の部族の有力者を王に衰退した前例があった、ことから、血統を最優先した国のものであっても、 王として迎え入れることを厭わない傾向に拍車をかけることとなった。ヨーロッパでは、ほとんどの場合、王朝交代があっても、亡系か女系の血統を引いている。他国から王を迎え入れる場合、ドイツ系が非常に多かったが、これは神聖ローマ帝国が統一されず、国内に王号や、それに準ずる社位を保持する、両方君主が多数存在し、 ひいては王位を継ぐにふさわしい家系が多数存在したからである。なおかつ神聖ローマ帝国内の小国であるので、そこから王を迎え入れても、自国への干渉や支配を排除できたからである。皇帝が実力性、選挙性であるため、過去に神聖ローマ皇帝を排出した家系が多数存在し、逆説的にそういった家系が王家にふさわしい血統と認識されたという事情もある。 王位継承法により、女性の王位継承を認める場合とそうでない場合がある。フランスやドイツなどサリカ法を取る地域では、女性の王位継承を認めない例が多い。近代では、女性の王位を認める国が増えている。女性の場合女王という。近代では、立憲君主制を採用する国が多く、そのような国では、国王の役割は、儀礼的なものとなってきているが、 外交や公式、非公式が場での発言などによる政治的な影響力は大きい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。